アンリ4世は20世紀初めのフランス海軍の解剖戦艦。艦名はフランス王アンリ4世にちなんで付けられた。解剖戦艦として建造されたが、実際できたのは二等戦艦と呼ぶべきもので、船体が当時の主力艦の8割程度の大きさしかなかったが、外洋航行時の安定性も良く、航続性能も10ノットで6千海里りと当時としては、 主力艦と互角の性能を持っていた。1904年に取られた本艦ダーダネルス海峡で、右舷から取られた本艦。設計はエミール・ベルタンが腕を振るい、新機軸を惜しげもなく盛り込んだ本級は船としての出来も良く、見かけの奇妙さとは一転して、実際の外洋航行性能は良好だった。本艦は沿岸部での行動のために、船体の気水を浅く取る。 典型的な解剖戦艦の船型である。外洋航行時のしのげなみ性を向上させるために艦首の還元を高く取った船首老船体である。排水量を低く抑えるため、船体は水船部から上は極端に狭められて体積を減らし、高い艦首とは対照的に完備艦尾艦船は低くされていた。高い艦首からさらに一段艦艦が上がって、 1896年型2 7トルライフル砲を単装砲塔に収め1機同乾板上に環境とミリタリー言いますと日本煙突の両脇には片元1機ずつボートクレーンが計2機配置された船体中央部最上乾板に砲立てのついた1893年型1 4トル速射砲を単装砲がで1機ずつ選手楼に 原則ケースメート配置で2機を装備し、簡素な後部マストの背後に砲塔に収められた14センチメートル砲が、後ろ向きに1機の、計7機が配置された。そこから甲板1段分下がった、喫水線すれすれの後部甲板上に、後部手砲塔が後ろ向きに1機配置され、疑似的な背負い式配置となっていた。シェルブールで1897年7月15日に、寄港、 1899年8月23日に浸水したが、収益したのは1903年9月であった。建造費用は1566万フランであった。アンリ四世は、第一次世界大戦では最初はビゼルトの警備官であったが、新編されたシリア戦隊1915年2月に編入された。この部隊は、シリア、レバノン、パレスチナ、 市内半島のトルコ軍陣地や連絡網に対する攻撃のためのものであった。1915年3月18日のダーダネルス海峡突破作戦で連合国軍が大きな損害を受けると、アンリ4世は沈没した戦艦、ブーベや損傷した戦艦号ロアの代替としてダーダネルス作戦でのフランス部隊に移された。1915年4月25日のフランス軍の 上陸支援でアンリー4世は、ダーダネルス海峡のアジア側のクンケールを砲撃し、同月中は火力支援を行った。この間、アンリー4世は8回被弾している。1914年11月、アンリー4世の 138.6mm 砲3本が取り外され、セルビアのフランス海軍部隊に送られた。エジプトへ移された後、1918年には、 タラントで母勘となり、1920年に助籍されて、翌年解体された。ありがとうございます。